1944年に製造されたドラゴンラピード。89A マーク6デハビランド DH-89。ドラゴンラピードとは、イギリスの航空機メーカーであったデハビランドが1930年代に開発した、総発輸送機である。ドラゴンラピードは、主に近距離旅客機として運用され、戦時中は、軍事用として運用された。 また、イギリスで1930年代に開発された他の航空機よりも操縦性に優れていたため、最も商業的成功を収めた機体であった。ケージフォイル第8シリーズ第3話の撮影で使われた G ・オキフドラゴンラピードが初飛行したのは1934年4月17日であった。同社のドラゴンシリーズとして開発されたが、機体構造は ベニア板仕様の木製で、服用翼はハフバリ、アシスパッツとエンジンカバーが一体になったナッセルという特徴があった。エンジンにはジプシークイーンエンジンが採用された。第2次世界大戦までに205機が生産され、旅客機として運用されたほか、戦中にはイギリス空軍に後方訓練機でハビランドドミニエとして採用され、500機以上が生産された。 シリーズ全体では731機が生産された。ドラゴンラピードは木製でありながら非常に耐久性のある航空機であり、戦後も旅客機として活躍しており、1958年にイギリス国内で81機が登録され活躍していた。その後商業路線から引退した。2000年代もイギリスとニュージーランドに 個人所有の飛行可能な機体が存在しており、第二次大戦前後を舞台とした作品の撮影などでも使用されている。ありがとうございます。